はい今回は小室哲也と香原智美の別れた理由こちらの件についてですね調べてお伝えしていこうと思いますまああの小室哲也と、ね、香原智美といえば2人ともまあ有名人ですから、まあ、ご存知の方が多くいらっしゃると思いますそしてちょうどですね、まあ、僕とか、まあ、このちょうど世代だったんで、まあ、リスナー様もその世代の方いらっしゃると思うんで、えー、まあ思うこといろいろあると思うんでちょっと気になったところをあの調べてお伝えしていこうと思います まず、あの、まあのまどのようにしてね、小室哲也と河原友美がまあ出会ったのかっていうことと、あとこの別れた理由とかに関していろいろ複雑そうなところがあるんで、まあ一つずつ、まあ、こういうことかなと、でもちろん本当のことっていうのはわからないんですが、おそらく多分こうだろうなと、えー、思うっていうことを順番にお伝えしていきますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、えー 小室哲也と河原と美がですね、ど、どのようにして出会ったのかっていう話なんですが、こ あの香原朋美っていうのはあの小室哲也に出会う前ですねアイドルの下積み時代があったんですよなかなかあの売れないあの厳しい時代を経験しておりまして香原朋美はでその、まあ、売れないアイドル時代香原朋美がバラエティ番組に出ているのをたまたま小室哲也が見つけたとで小室哲也が香原朋美に会いたいっていうことで会ったんですが、まあ、その後ですねまあ何ていうのかな あのまあ恋愛に発展していったっていうまあことなんですよまああの まあ、小室哲也が、河原智美のことを、まあ、気に入ったと。で、原智美も、まあ、小室哲也のことを気に入ったと。で、まあ、楽屋に行ったりしてとか、まあ、そういったところから、まあ、交際が始まったと。で、今はね、まあ、皆さんも僕もそうですが、まあ、携帯電話とかっていうのは当たり前の時代ですが、この時代っていうのは携帯電話とかはなかったんで、小室哲也が、まあ、原智美の家に直接電話してきたりしたと。まあ、昔でいう、まあ、家電の時代だった。家の電話ね。家電の時代だったっていう、 えーまあ、そういったようなあのことなんですよでその小室哲也っていうのはまあ忙しいから、まあ、あのスタジオに、えーまあ、来ればっていうような感じで加原朋美に言って加原朋美はそう言われると、まあ嬉しいんで、えーまあ、喜んでスタジオに行ってましたっていうことで、えー、まあそういった感じで、えーまあ、出会って交際したっていうことなんですねでただここで一つですねポイントとなることがありまして小室哲也っていうのは加原朋美と交際していますが交際した直後から カハラ美をアーティストとして、えー、まあ、売り出そうと、えー、考えていたっていう、まあ、そういうことが言われてるんですよ。その小室哲也がプロデュースしてるところをね、えーまあ、いくつもいくつもあ,のあったじゃないですか。かそういったことを考えながら、あの、まあ、接していたっていう、まあ、こと。で、実際にですね、小室哲也とカハラ美が交際してすぐに、あの、カハラトは歌手としてデビューしたんですよ。で、そのことについて小室哲也はこのように言ってるんですね。 アーティストに手をつけたのではなくプライベートの恋人に曲を書かせてデビューさせただけですとねうん。まあ小室哲哉っていうのはねえまあこの当時まあまあものすごく前、まあ、やなんていうの影響力をありましたからまあこのようなことを言っていたとまぁ、あ、だから 小室哲哉と河原朋美っていうのは、あまあ、熱愛交際っていうのもありますが、まあ、どちらかというとビジネスライクな、まあそのね、音楽のプロデューサーと、まあ、その歌手、そういったような関係の要素もあったっていうことです。だから、あの一概にね、えー、その熱愛交際だけっていうことでもないんですが、 で、えー、当然、あの小室哲也っていうのはその、まあ、熱愛交際にな、えー、するっていうことになったんで、河、えーまあ、原朋美と住むマンションとかも用意して、えー、でその後、小室哲也が河原朋美の両親に挨拶をしに行ったみたいですね、このような子を探していたとね、えーまあ、その後、破局してるんで、えーまあまあ、この時はそんなことを思っていなかったのか、まあ、何を思ったのか、なんだかわからないですけど、まあ、そのようなことがあったと、まあ、そういうことがまあ言われていると。で、えー、まあこの当時ですね、えー、大体、あのー、まあ、見ていた方、僕もそうですが、わかると思います。 がここからですね、華、えー、原朋美っていうのはものすごく有名になっていくわけですね。KeepYourSelfAlive とか、Ibelieve とか、i m p r o u d とかねえー、そういいいいっった歌あの聞いた歌聞方多くいらっしゃると思いますよく流れてましたね。うん、だからそういった歌から、えーまあ、どん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 加原智美は、えー、有名になっていたと、まあ、そういった話なんですね。で <laughs> そんなことなんですが加原朋美と小室哲也っていうのは分かれてるんですよね。加原智美と小室哲也の分かれた原因、えー、あるいは破局理由っていうことが、えーまあ、いくつも言われるんですが、まあ、何なのかなとかって思うんですけど。 まあ、あの、いろんなことが言われるんですが、河原ともみっていうのは、わがままが、あの、まあ、ひどくなったと。昔は、その無、無名な人で、えー、だったんですけど、急に揺れてね、えー、その、例えば、小室哲也に対して、えー、わがままがひどくなったとかっていうのも言われてるけれども、僕はそうではないと思って、河原ともみと小室哲也が、それぞれお互い様、二人とも浮気をしていたって、多分、これが、破局の、えー、大きな要因、えー、原因、理由だと思うんですね。うん、で、まずですね、えー この小室哲哉と河原と美の反局のまあ要因となったのは、フライデーのこのスクープ写真なんですよ。何かっていうと、河原と美がですね、えー、小橋賢治と朝帰りしているところをフライデーに写真撮られてるんですね。これがまず一つ、河、えー、原と美みの、えー、マイナスの要素。そしてもう一つですね、こちらの方がちょっと大きいんじゃないかと思うんですが、えー <coughs> 母原ともいと小室哲也の別れるときにえ、実はですねえ、浮気相手の方、小室哲也の浮気相手ですね、小室哲也の浮気相手が妊娠していたということなんですよ。<coughs> あの小室哲哉っていうのは、華原朋美と付き合いをしながら、あの DOS の浅見っていうね、えー、まあ、その自分のプロデュースしてるところの、えー、まあ、メンバーと不倫していたんですね、小室哲哉は浅見と不倫していて、しかも浅見が妊娠していたということが報道されているんですよ、だから、あの小室哲哉は華原朋美と破局して、えー、すぐに妊娠していた浅見と結婚した、あしかし、えー、その浅見と結婚したときに、小室哲哉は稽子と不倫して、浅見と離婚したっていうことね。うん 麻美と離婚した後に、えー、ケイコと結婚していると、まあ、そ,そして、えーまあ、離婚してるのかなあ、短期間でものすごく女性を書いてる、しかもその自分の、ね、小室ファミリーっていう、まあ、そういったものの女性っいうことですね、これ、よくあのこういったことを検索する人がいるんで、こちらについて考えていこうと思うんですが。 小室哲也の、河原と美の次の彼女は誰かっていう話なんですよ。まあ、彼女っていうか、あまあそうですね、河原と美と小室哲也が付き合っていた。で、えー、その、二股していたんで、麻美っていうことになりますよね。だから、小室哲也は、河原と美の次は麻美、そして、その後、恵子と、えー、移っていくっていうこと。麻、ま、美、あ、は彼女っていうか、まあ、奥さんでしょうね。結婚した嫁で離婚したんで、でその後、まあ、恵子と結婚して、えー、また離婚してるってうそういった、えー、話だと思います。で、 ここからもね、ちょっとなんていうのかな、えー 考えさせられるなぁとそういった話なんですが、河原ともみっていうのは捨てられたんですね、小室哲哉に。しかし、捨てた小室哲哉の対応が、これ、厳しすぎるっていうようなことが、えー、言われてるんですよ。小室哲哉っていうのは、もう、このおなんていうのかな、破局したら、その後、かなり厳しく、えー、まあ接していたということで,で、例えばどういったことかっていうと、河原ともみの言い分ですよ、小室哲哉は自分に別れ話も、えー、一切なくで、突然マネージャーが消えたと、そんなことされたら、河原ともみ困るじゃないですか。あと別 別の話ではですね、えー <laughs> ロサンゼルスにレコーディングに行った時に小室哲也からの連絡がなくホテル移動を命じられたと。で、そこに行ったんだけど小室哲也と会うことはできなかったと。同棲していたマンションにも小室哲也は帰ってくることはないし、小室哲也は携帯の番号を変えて別れ話をすることもなく自分の目の前から去っていきましたって。だから小室哲也ってかなりひどいことをしてるわけですよ。やることが厳しいなと、ひどいなと思うということです。で、こんなことをされた河原智美がどうなったのかっていうところが、えー、またですね、考えさせられる。 ものなんですがこのように、えーまあ、小室哲哉と別れたときからあ、まあ、あ厳しいことをされた河原朋美っていうのはですね、えー、もうどうしていいか分からなくなったとすべてが終わってしまったと悩んでそこから丸仏を,をしたりとか仕事に行かなくなってね事務所を解雇されたりとか相当厳しいそういうい、えーまあ、時期を過ごしていたんですね。 そんな河原朋美があの丸仏から復帰できたのは自分のお父さんがあの愛情を持って自分に接してくれたからとかそういったこともえ言われているっていうことですだからこの小室哲也と河原朋美のね熱愛からの発局の流れを見ると、うん、芸能界というのは売れる道を用意されているのかもしれませんがその表側のやっぱ道とは違って裏側にはいろんなものがある特に男女の関係とかさまざまなものがある、うん、でまあ僕は個人的なんですがこの話に関してはね、えーこ あの。 香原智美っていうのがちょっとね、えー、厳しい思いをしてね、えー、まあちょっとまあ悲惨だなあって、まあ、そういうことは思いますし、まあ、芸能界っていうのはつくづく怖いところだなっていうことを思うということで、まあ、今回はあの小室哲也と香原朋美の別れた理由ということで、まあ、リスナー様ちょうどまあこの世代の方いらっしゃると思いまして、まあ、僕もちょうどこの世代っていうか、えー、ここの世代だったんで、えー、まあ思ったことを調べてお伝えしてみました、まあ、何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですっていうことで、えー、今回はののいうことで 今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。